こんにちは、こんにちは。すみません、30分も遅らせてしまって申し訳ありません。寝坊したわけじゃないんですよ違うんですよ。本当は11時半に始める予定だったんですけど、盛大にお腹を壊しまして起きた瞬間からお腹が痛いという事件がありまして、申し訳ありません。多分朝ごはんが悪かったんですよ朝ごはんにというか昨日の夜ごはんがよ多分ダメだったんだと思うんですけど、もう大丈夫じゃ昨日ね、お昼大学から頑張ってね、もう始まってるのかな大学。わあ、始まってる方多いね。こんにちは細山さん、ありがとう。早いね。で、何の話でしたっけあ、そうそう、昨日お昼にベトナム料理を食べたんですよ。もう私最近ベトナム料理しか食べてないんだけど、ベトナム料理しか食べてなくて、ベトナム料理を食べて、まあちょっとお腹いっぱいになっちゃって、しかもそれ3時ぐらいに食べたので、夜ご飯どうしようかなって思って、いやでもさすがにお昼食べたのに夜食べるのは良くないと思ったから、夜はアイスにしたんですねパルムのチョコミント味が出たので、それを夜ご飯にしたんですよ。で、それが夜8時ぐらいかな、私9時から11時まで寝たんですよ昨日夜昼寝っていうか遅寝っていうか夕方寝っていうかよくわかんない時間に2時間だけ寝て、お風呂入ってみたいな、もう最悪な生活したんです昨日は。そのあめさん、はじめまして。仕事の休憩お疲れ様。始まってるね大学ね、早いね。こんにちはゆうや、ありがとう、ありがとう。あー、うさぎが出てるチョコミント、そうチョコミントね、新作が出てみて、パルムから新作が出てましたから、何本も買いましたよ。サイン会応募します。ありがとう。そう、リミスターでのサイン会の第一次受付抽選が始まっているので、皆さんぜひ、今回の今日も君の夢を見たんだのソロの絵柄にお名前とサインをお書きしますので、ぜひお待ちしてます。二次受付は先着順なんですよね。一次受付だけ抽選なの。肌綺麗、う、肌綺麗じゃないんですよ。なんか私めちゃめちゃ肌弱いので、でもメラノ CC 塗りまくってます。メラノ CC いいよ、一番いい、ビタミン C がナンバーワン。夏やんだ、久しぶりだね。なんかありがとう夏やん、うさぎちゃん友達できてよかった。こんにちは、あ、夏やんお友達、そう来てくれたよ、嬉しい。で、なんかちょっと夜意味わかんない時間に寝ちゃったので寝れなくなっちゃって、昨日も5時ぐらいまで起きてましたね夜。本当にさすがに良くないと思ってるんです、私もさすがにね。5時っていうのはもう罪なんですよ罪なの。5時に寝るとかいうのは本当に良くないけど、やっぱり昼寝って良くなくて昼寝とかすると無理なんですよね、なんか寝れないんですよ。もうそれ私が寝るのが悪いんですけど、昼に。再会当たりますように待ってるね。お名前書けるからサイン会、しかもなんかすごい久しぶりな感じがするね。私今日前髪なんかおかしくない
まあいいか。まあいいか。こんにちは、めたいこさん、ありがとう。こんにちは。昨日23時に寝たら25時に起きてしまったので3度寝くらいしました。大丈夫大丈夫。私も9時、21時から23時まで寝て、朝の4時まで起きてまして、じゃあ5時まで起きてまして、5時から、9時ぐらいまで寝ました。本当に良くないです。そういうことをなんか自慢げに話すもんじゃないって私は分かってますよ。というか、あのなんか風がうるさくてすごくないですか。風どうしたんですか。8時に寝たの。それはもう寝てないのと一緒なのよ。ルーマニア、ありがとうございます。こんにちは、アリさん、ありがとう。ウサギ、ありがとう。仕事中、あ、頑張ってね、お仕事。アリさん、ありがとう。こんにちは、ミミスター。当たるといいな。当たるよ、大丈夫だよ。でも本当にあのサイン会、あのしかもリミスターの方はあのメッセージをいただけるので、皆さんのメッセージを読みながらあのねサイン会ってお名前できるので嬉しいんですよ。皆さんいつもあのあれありがとうございます。あれメッセージありがとうございます。レイナ、こんにちは。そう、今日メイク薄い。言ってか、あのメイクとかしてられないぐらいお腹痛かった。メイクとかしてられないぐらいお腹痛かったので、ちょっと今日は遠目からでお送りします。遠目、いつも顔近いけど、今日は遠目からお送りしますね。今日風やばいんですよ。今日っていうか最近、なんかもうそろそろ家が吹っ飛ぶんじゃないかと思ってきて、なんか吹っ飛ぶんじゃないかっていうぐらい本当になんかうるさくて、夜とか寝れないんですよ。寝れる、なんか寝てないんだけど。違う、寝ようとしてないんだけど寝れないの。お疲れ様です。お疲れ様です。たっちゃん、トゥイーティーみたいなやつありがとう。トゥイーティー、私このたっちゃんが送ってくれるひよこみたいなやつがトゥイーティーにしか見えなくて、最近メンバーにもトゥイーティーって言われる。ちょっとリコちゃん最近めっちゃトゥイーティーじゃないって言われるようになった。メンバー公認。そうなんですよ、最近は MV とかでもそうなんですけど、ここの前髪がこうくるっとこうなってしまうんですね。なんかこうなっちゃう、反対側にこう逆らってしまうんです。笑い方気持ち悪い。私、そうなの。こんにちは、会社飛ぶレベルって。そうだよね。ちょっとだって音すごくないですか。大丈夫ですか。音うるさいですか。こっそりと忍んでみてます。かわいい、スイートシックスティンちゃん、ありがとう。研究室かっこいいね。何の研究してるの。そう、カリメラとも言われる。あのね、私のお父さんが、私のお父さんの若い頃のあだ名がカリメロらしいんですよ。で、私トゥイティって言われるんですよ。だから多分似てんの。似てるんですよ、すごい。だから、で、私がトゥイティに似てるんだよって言わ、トゥイティに似てるって言われるんだよってお父さんに言ったことないのに、あの言われてるんですね。で、ママに聞いたら、いや、パパのあだ名カリメロなんだよみたいな。あ、やっぱそうなんだろう。似てんだ。似てるあだ名になっちゃうんだよ多分。長さん、ありがとう。ありがとう。あだ名カリメロなの。なんでなんで。
休憩中です、お疲れ様です。いやなんかいつからかトイティって言われるようになったんですよね。ほんとちっちゃい頃はずっとあられちゃんとかちびまる子ちゃんとか言われてたんですけど、というかあれです、ニハジョインから、ニハジョインで初めてトゥイーティーって言われてますね。なんかなんだっけ、ちびまる子ちゃんにそっくりだったな私は。ちびまる子ちゃんカットしてましたし、ちびまる子ちゃんみたいな言葉遣いをしてたので、ちびまる子ちゃんほぼ9割ちびまる子ちゃんだったんだけど、メガネとかかけるようになってからあられちゃんに似てるねって言われるようになって、え大丈夫風、なんか今事件の音がしたけど事件というか事故の音がしたけど大丈夫、え大丈夫、すごいんだけど、え窓ガラス割れんのかな、怖い怖い、怖くはないけど、怖くはないけどさ、えこれ今日外出たくないな、出なきゃいけないけど、出なきゃいけないけど出たくないな。まあ私みたいに前髪がないあのタイプはですね、風がねもうどうでもいいんですよ、これポーンってなるだけなので、そうもうケープとかもうねする必要もない感じなんですよ。色黒とかでもないんだけど、なんかねあの顔の系統がカリメロとかトゥイーティー系なんでしょ。こんにちは。そうあられちゃん、あられちゃんに似てるって言われる。倒れた音しながら、うん大丈夫だよ大丈夫だけど、皆さん大丈夫ですか、風ちょっと強くないですか、さすがに風がすごいね、こんなに風強いなんてちょっとどうしたんですか、なんでこんな強いの、雨降ってるわけでもないのに、というか寒いわけでもないのにね、昨日とかすごい暖かくてびっくりしちゃったよ、私昨日半袖だったよ外、でも私だけ半袖なの。でもやっとさこのマスクが、まあ、しなくてもいいよっていう風になったので、やっぱ苦しいんですよね私は。特になんかマスクがすごい苦しくて、だからといってずっと外してるわけでもないんですけど、少し散歩とか行くのとかは外すようになりましたよ、マスクは。なんかね閉所恐怖症なんですよ、すごいすごい閉所恐怖症で、なんか関係ないかもしれないんだけど、マスクすると苦しいっていうか、なんか狭い、なんかここがこう窮屈に感じて、そう苦しくなるの。毎日キープしてるの、私キープ持ってないんだよね、前髪なくしてからキープを持ってなくてですね、前髪なのに似合うのすごい、逆になんか前髪が似合わない前髪があるんですよ。でも最近はすごく前髪作りたい欲に追われております。作りたいなって気持ち、こんにちはこんにちはこんにちは。なんかでも前髪は作りたいけど、作りたいけど、なんかメンバーとかにもよく相談するんですよ、前髪作りたいんだけどどう思うみたいな感じで聞くと、前髪ないキャラが いないから、そういないから今はない方がいいのかなとも思ったり、そうまだデビューわからないけど、もしデビューができた時に作った方がこう区切りがあるじゃないですか。だから今作るとなんか中途半端というか、この間のあの今日も君の夢を、君夢も勝手に君夢とか言ってるんですけど、君夢もあのなんていうの、出たばっかりだから前髪ないから、だったらこう MV とかで前髪を切って公開されたと同時に前髪切りましたとかの方がいいかなとかもちょっと思ったりもするんですけど、
大丈夫？怖いんですけど。すごいですね風。カムバーでしたいけどね、しようと思ってもできないんですよ。こんにちは。こんにちは。まあまあまあ、あともうちょっとかな。ないわけじゃないのでね。たまに作ったりとかもするんだけど。ちょっと位置が定着しない。が定着しないんですよね。あ、近い近い近いよ。こんにちは。そう、昨日目黒川に行った写真載っけたら、かわいいってみんなが言ってくれて嬉しかったですよ。ありがとうございます。そう、ジュリーと目黒川に行って、ずっと目黒川行きたかったんですよ。なんか毎年行きたいなと思っても行けなかったから嬉しかった。でもなんかね、結構早めに行ったので、そんなに屋台もまだ開いてなくて、そう、屋台がねそんなに開いてなくて、何を食べたか言いますね。皆さん聞いてくださいね。ゆうかちゃんが富士山家最高って言ってましたよ。あ、そう、ゆうかとね今ね LINE しててね、そう、私の家族がね、ゆうかちゃんが綺麗すぎるって言って、すごいMV とかで、そう、やっぱりさ、画質のいいあのカメラでさ、近くで撮ってあんなに可愛いってすごいんですよ。本当に可愛いんですよ。まあ、実際に会っちゃってるからも可愛いのは分かってるんですけど、携帯とかの自撮りじゃなくて、たどりのあんな画質のいいカメラであんな綺麗って本当に素晴らしくてっていうのを家族が言ってたので、それを優香に伝えたら、藤沢家ありがとうってそう言ってくれてるっていう LINE をよくしてるんですけど、で今何の、あ、そう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 、で何を食べたかと言いますと、目黒川で、そう、前髪ないこと覚えてもらえると嬉しいの。ね、まず最初にいちごミルクを飲みました。いちごミルクを飲んで、その後にジャガバターと、私がジャガバターで、ジュリーがなんか食べてる、ジリーがなんか食べてたんですよ。でその後に玉こんにゃくを食べて、いちご飴食べて、でジリーは焼きそばとか、あ、焼きそばじゃないわ、たこ焼きとか食べてて、で最後にチョコバナナを食べました。美味しかった、すごい久しぶりになんか屋台っぽいチョコバナナっていうか、なんか屋台っぽいじゃないですか、なんかチョコバナナって、いちご飴とかで、なんかおばあちゃんがなんか玉こんにゃくを販売していたんですけれども、私のおばあちゃんじゃなくて、おばあちゃんね、そう、私のおばあちゃんじゃないけど、おばあちゃんが販売していらっしゃって、すごいウエットティッシュとか、あなたたちかわいいねみたいな、どっから来たの、東京です、東京のどこめっちゃ個人情報で、あ、どこどこですって言って、あ、そうなのね、あ、そうそうそうとか言われて、なんかあったらまた来なさいよとか言って、あ、ありがとうございます、なんか手が汚れたから、そのお店に行って、すいません、なんか手汚れちゃったんですけどみたいなこと言ったら、なんで手が汚れるもんなんか食べるのよとか言いつつ、私の手とか拭いてくれて、優しいおばあちゃんでした。そう、優しかったよ、マジで好き、ありがとう。そう、ジュリーがねいっぱい撮ってくれてね、高級なスタバ、そう、中目黒リザーブのねスタバがあるんですよ。リザーブっていうのは普通のスタバとちょっと違くて、
ちょっと大人なスタバというか、まあ、スタバックスリザーブっていうのがあるんですけど、中目黒にしかないドリンクがねいっぱいあるんですよ。で中目黒限定のドリンクがあるんだけど、整理券がないと入らないのね、あそこのスタバで。外国の方でも、私が旅行行ったみたいなぐらい外国の方でもう溢れてて、そうで行けなかったんですけど、整理券が持ってなかったので行けなかったけど、目の前だけ通ってきました。かわいい、ありがとう。目黒川行ったの？あ、ちょ、ミルクかけきなこご飯の話ですか？なんかそれ、あゆみのファンの方に教えていただいて、あゆみの配信を見たんですよ、あの後。ちょっと探してね、頑張ってあゆみの配信探して見たら、なんか、あれみたいな、全然共感してくれる方いなくてびっくりしちゃった。やばい、寝癖がバレるぞ。寝癖がやばいですね。やばいね、風。皆さん大丈夫ですか？ヤッホー、頑張ってね、バイト。目黒川行きな行きな。でも今行ったらなんか風やばそう。おばあちゃん、めたいこさん、ありがとう。遊びに来てよ、ありがとう。こんにちは。そう、観光スポットなのよね、本当に。そうなの。そう、だから最初のそのなんていうの、最初になんでそのきなこご飯の話になったのかが、私ちょっと全部配信見れてなくてわかんないんですよ。でもなんか急になんかツイッターで皆さんが送ってくださって、どういうことなんだろうと。ですね、ミルクがゆがダメな理由はないんですよ、別に。きな粉、だってきな粉と牛乳って合うじゃないですか。で、きな粉とご飯もまあ合うんですよ。で、牛乳とご飯もまあ合うんですよ。ということは、まあ、全部合わせたら、まあ、全部同じ味じゃないっていうのがきっかけなんですけど、でも、いつ、なんで、きな粉、ミルク、ミルクきなこご飯はなんで食べ始めたのかわからない。正直いつ食べたのかもわからない。ほら、ドリアもクリームとご飯だしね。その通り。そうだから、こんにちは。移動開始します。移動して。じゃあ逆にこの組み合わせしたことありますよ的なのありますか？じゃあ私がじゃあきなこミルクご飯をしたのと同じようにこういう組み合わせがじゃあありますよみたいな、この組み合わせ食べたことありますかみたいなのありますか？おはぎできそう。そんなもんよ。そんなもん。こんにちは。うん、雨は降ってないね。わかんないけど、もう全部カーテン閉めた。カーテン閉めましたよ。うるさいから風の音がうるさくて閉めちゃった。牛乳とご飯は派閥分かれると思う。
みんなでもね、私結構不思議な組み合わせを皆さんに紹介してたじゃないですか。ショールームの初期の方をね紹介してたんですよ。でもみんな結局絶対合わないとか言いつつ食べたら、え、美味しかったですみたいな方が多かったから、絶対美味しいです、絶対食べてください。なんか少し昔にテレビでアカン警察ってやってたの覚えてますかね。ダウンタウンさんが、またダウンタウンさんなんですけど、アカン警察っていうのがやってて、それで不思議な組み合わせとかやっちゃいけない組み合わせとかを紹介してるコーナーがあったんですよ。それでやってましたから、きなこご飯、きなこミルクご飯、食パンにバターは、ま、当たり前子ですから、ご飯と韓国海苔とか当たり前子ですから、オルナミンCと牛乳はちょっときついかもでも私は、あ、でも不思議じゃないか、納豆カレーとかしかあんま浮かばない。納豆カレー、きなこミルクご飯、白ご飯には私はだいたい塩かけます。最近は韓国海苔かけるけど、塩かのり玉かどっかいないかなと思ったけど、ないですよ、全然ないですけど、あれとかですね。私もマヨラーだから、大体チャーシューとかは全部マヨネーズかける。チャーシュー家でこう作るじゃないですか。もう網がさ張ってあるさ、お肉をさやってさ煮込んでさ、網を切ってさ、チャーシューこうやって作るんですけど、チャーシューはもうマヨネーズとアルファルファをもうバーって、アルファルファバーって、マヨネーズバーってやって食べます。天ぷらに抹茶塩はめっちゃわかる。ちょっと待って、書きすぎた。私いつもここ書いてるよね、なんか癖で書いちゃうのかな。餃子に醤油はもう当たり前子。こんにちは。こんにちは、初見です、よろしくね。シアンさん、こんにちは。最近変な言葉使っちゃうの。当たり前子とか、あと何、当たり前子、なんか全部ウーで終わる言葉はリュウにしてしまうとか、あと何使ってますか、私って、私って何使ってる。ごめんなさい、ちょっと書きすぎなんですけど、ごめんなさい。なんかさ、変な組み合わせ使ってる時あるじゃん、私って。ああ、本当にとか、ほんまでっか TV とか言っちゃうんです。なんかうざいよねうざいよね。なんか納豆カレー美味しいよね。納豆カレーはちょっとマイルドになりたい時に食べるんですよ。たまにね、前髪が出てくるの、薄すぎ前髪が。アルファルファです、アルファルファ。アルファルファってなんか、アルファルファってなんて言うんだろう、なんか緑のかいわれ、かいわれっていうか、なんか何て言うんだろうね、なんて言うんだろう、緑のなんかね、アルファルファ、アルファルファって言うよね。え、違う、うちだけアルファルファとか言うの。今アルファルファありますよ。アルファルファって美味しいんですよ、チャーシューと一緒にかけると。家庭科の時間アルファルファ、コナーくん、コナーくん、あ、コナーくんとか、コナーくんっていう、あ、申し訳ナッシングトゥードゥー言う、
なんか申し訳ナッシングと、なんか最初は申し訳ナッシングだったの、申し訳ナッシングだったんだけど、なんかおナッシングトゥドゥって言いたくなる、なんか語呂でなんかナッシングで終わったか、なんか もったいない気がして勝手につけてるの。こんにちは、そんまでか TV って言っちゃう。わかりゅうとか、なんかうーでうーで終わる言葉、知ってるとか、なんか最近はそれが流行ってます。私の中では、私の中の流行りです、それが。初期微動、初期微動やめてください。ちょっとアルファルファ、アルファルファ絶対食べて。ご飯にアロンアルファやばいじゃん。だってアルファルファ、こんにちは。うわー懐かしいね、初期微動、初期微動なんかありましたよね。若者言葉でも初期微動っていう時ある。なんか初期微動えぐいってなんかちょっと例えば写真撮るときに揺れたりする時あるんですよ。なんかなんていうの、なんか初期微動えぐいってみたいな言う時あるんでしょ、なんか若者言葉、何でも何でもある。こんにちは、ピーハートです。懐かしいね、そうかいわれみたいなやつですよ。あそう、スプラウト、スプラウト、スプラウト、そうスプラウトです。そう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 、スプラウトで売ってると思う。優香がアディダス着てる、知ってるよ、さっき見てた。ちょっとお腹痛めながら配信を見てましたじゃあ配信しろよって感じかもしれないけど、じゃあ配信を見ることはできるんですよ、見ることはできるんだけど、見ることはできてもすることができないですね。急に明るくなってきちゃったこんにちは、スプラウトで調べましょう。みつきの魚面と同じレベル、そうなの。みつきは最近はでも魚面って言わなくなったよ。みつきはもうコノアとなんか一体化してきてる。さっきコノアとみつきがなんかもうね、二重寝る休憩時間が、え寝るの、寝ちゃうんですか、おやすみなさい、寝ちゃうんですか、早いね。こんにちは、こんにちは、みこちゃん、りこちゃんりこちゃん、最近でもレノンはりこちゃんとは呼ばないかも。呼ばないね、あの人最近なんて呼ぶんだろう私のこと。りこちゃん、なんかねレノンの口癖が最近すごい、なんか配信とかたまに見てて思うのが、なんかいや本当にみたいな、いややばいんですよマジで、本当にこれ本当にみたいな、なんかマジでとか本当にじゃないの、本当にみたいな感じのが多いなって最近思ってるから本人に言いました本当にって言うよねって、うざいよね、そんなこと言われたらうざいよねこんにちは、リコちゃん地震来ても落ち着いてそうじゃない、落ち着いてられるというか、なんて言うんだろう、慌てないかもしれない、地震は慌てて、慌てちゃうとさ、習ってますからね、お菓子持ち絶対にやりますから。こんにちは、スプラウトで合ってますよ。背景は違いますね、ちょっと背景いつもと違う。あ、君は希望の光が出てきた。あ、終わっちゃった、終わっちゃった、終わっちゃった。どなただ林さん、あ、寝ちゃうからね、おやすみ、ありがとう、夢見てね私の。じゃあこんにちは、
席ホリだ。こんにちは。大学頑張って。そう、一体化すんの。ゆうかちゃん終わっちゃったの。ゆうかちゃんはさっき見てたに、こんにちは、ほいさ。あ、二次風の方々だ。これは、これは二次風、本物の二次風の方々。こんにちは。背景そう、リビングでやってる。いつも自分のベッドでやってる。自分のベッドでこうやってやってるんですけど、今日はリビングです。なぜなら自分の部屋がなんか風でうるさくて。こんにちは。本当にとか言うの。おやすみね。こんにちは、レンリありがとう。リゴじゃん。うん。呼び捨てで呼んでくんない全然。呼び捨てで呼んでよって言うんだけど、呼んでくんない。なんか、いやなんか無理なんだよね。あ、無理。なんか無理なんだよね。こんにちは。ゆうかちゃん終わりました。さっき見てましたよ。仕事に戻ります。頑張って頑張ってね。お昼ご飯食べてくる。いってらっしゃい。関西は抜けてないですよ。いや、りょうじゃん。 LINE とかがすごい関西弁かな。リゴじゃん。みんなにさ、あれなんてさ、なんか、なんとか、なんとか、みたいなこと言われてさ、全部さ、その濁点ついてるわけじゃないんだよ、レノンもさすがに。こんにちは。二次風の皆さん。なんとかやねんな、みたいなことを言う。やば。近々またレノンと温泉に行く約束をしているので楽しみですよ。ツイートしますね。そしたら、ニコちゃん呼びめっちゃ好き本当に。でこれからもそれで普通にあくびじゃない。ちょっと待って、本当に今のはごめんなさい。というかちょっと待っててくださいね。ちょっと待っててください。ちょっと家族が、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて。
ません。すいません。すいません。これ黒板じゃないんですよ。これ壁ですよ。すいません。めっちゃしかもスウェット履いてんの。あいあいがさ相手は誰なの。明日になればいつも通りの毎日。思い切りエンジョイしよう。チェキを取って飾る。かわいいよね。チェキなんだよ。チェキを取って飾りたいな。一番かわいくポーズ。レッツゴー。ミスしよう。おかえり、ただいまー、ただいまー。いや、なんかちょっと目に中入った。なんかあのここの壁だけ黒いんですよ。ちょっと待って、なんか目に中入った。コンタクトの上にあのゴミが乗ってる。コンタクトの上にホコリが発光してる。発光日直。私日直だ、すごい日直好きだったんですよ。日直大好きで、なんか日誌とかあるじゃないですか。私本当生徒会とかやってるって言ったじゃないですか。なんかで生徒会って5、6年生とかしかないんだけど、4年生まではクラスの代表委員みたいなのやって、もう日直好きで、なんかもう日誌とか丁寧にこう書くのがすごい好きで、そういうタイプだった。黒板だと思ってましたが、いいんですよ。皆さんがそう思ったらそれなんです。意味わかんないんですけど。コナーちゃんのモノマネうまい？いやそんなことないですよ。いやあ。いやコナーは真似しやすいのかもしれない。ある意味特徴がありすぎて。なんかこうなる、なんかこうウィンってなる。首がこのあってこうやって前に出るの。こんにちは。学級委員顔ですか？どんな顔ですか？チャランチャンチャラン。ジジロさんのラスクをあの今いなくなった瞬間に撮ってきました。お腹空いたら後で食べようかなっていう。コナーは本当にあれなんですよ。もう本当あのままなのみたいな感じ。なんかコナーのことをスイート16の時に撮った動画があるんですけど、なんかね、動画くんですか、やめてくださいよわみたいな。なんかほんと6秒くらいの動画があるんだけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ。レノンはほんとね、真似しやすいですよ。いやでもなんかレノン逆に分かんない。レノンのそっか関西弁がすごいけど、関西弁しか分かんないんですよ。逆に言うと関西弁がね分かんないの。私が合ってるか分かんないから、普通にいつも話してるから普通なんだろうけど、そう、その普通がちょっと難しいんですよね。スイッチが切れるとこのはなんか
ってなるってなる。気づくとね、カメラに気づくとなんかってなって、埼玉県出身、ここが動かないこの泡、埼玉県出身16歳、カナタンカタン泡のカナです、ハーフツインですってね。なんて難しい、埼玉の人であのみんなあんな感じで、わかんないわかんないですよ。お仕事頑張ってね。え、載せられますよ動画は、大きいになったので。アマゾンありがとう、すごい卵いっぱい。僕の全力受け止めてよです。最近虚無顔が流行ってると聞いたんですけど、私は多分配信で虚無顔はまだしたことがない気がする。今のは真似だから、なんかみたいな感じでしょ。このあくんの写真、このあくんの写真は、このあくんの動画は載せられますけど、ちょっと OK かどうか分かんないですね。なんかあの周りの声がいっぱい入ってるんですよ。周りの声がいっぱい入ってて、あのその内容によってはちょっと載せられるか分からないんですけど、そうなんか動画が載せられるようになったので、なんか面白い動画あるかなとか思って見てるんですけど、なんか載せられないと思っていたからこその全然撮っていなくて、そうお仕事頑張ってね。ほんまにほんまにほんまにお仕事みんな頑張ってね。1時からお仕事の方がたくさんなのかな。頑張ってね。ゆりなちゃんありがとう、うさぎありがとう。なんかなんだっけ、あゆみんがアリスの動画を載っけてたと思うんですよ。ウィッグ、ロングのウィッグをかぶってるやつがそう載せてたから、多分あれがメンバーで一番最初なんじゃないかな、動画載っけたのは。お昼休みニコちゃん見れるの嬉しい、あーお疲れ様ありがとう。そう動画はね容量、なんかでも私結構携帯の容量多いんですよ。もう月のじゃなくて元のね容量が500、結構あるんですけど、なぜか8割ぐらい使ってるんですよ。であれと思う、そんな、なんか別にダウンロードしてるわけでもないし全然撮ってないのにないなと思って、そうおかしいの。9割ぐらい。でもそう何に使っているか見たんですよ、携帯の容量何に使ってんだろうと思って見たら写真でした。あとなんかね、なんかさ設定みたいなのがあって、よくわからないんですけど、あ、システムデータかな、システムデータってやつがとんでもない。そうあれかわいい、512かなね、システムデータがね何十何ギガ取ってるんですよ私。なんでだろう、何に使っているんだろう。可愛かったよね、あのアリスがさ、あの姿で目の前であのお昼寝をしてたんですよ。あのウィッグをつけた状態でこうやって横になってた、可愛かった。本当になんか不思議の国のアリスだったよ。写真ね、動画ありすぎなの、動画
1500本ぐらいと写真は1万2000枚ぐらいあるんですよ。でアプリは割とよく消してなんかその初期化にしたりとかしてるんですけど、そうなぜか溜まっていく一方ヘゴさん時代が違うんだよそれ。512ギガ、私あんまりね、なんかね、例えば MV とかいろんなその、なんていうの、待ち時間で眠れないタイプで、そう、だから多分あのメンバーの寝顔持ってるんですよっていうのは絶対に私はない気がする。なんか寝れないんですよね。学校の授業とかテスト中とかはよく寝てたというか、その眠れてたのに、寝てたというか授業中寝てるわけじゃないんですけど、なんか寝れるんですよ、あの机とかこうやってやればとか、あと電車とかが寝れるんですけど、なんかお仕事の時にじゃあ待ち時間がありますで椅子がありますって言われてもなんか寝れなくて、寝れる子は寝れると思うんだけど、動画多いの、動画が多すぎて、しかもその1個の動画が割と20分とかのもあるし、まあ、5分とかもあるし2秒とかもあるし、そうなの。再起動で全部なくなっちゃったら怖いかな。めたいこさんありがとう。なんか Google のなんか写真写るみたいなやつ入れたんですけど、なんか入れたけど結局その元の方を消してないので、あんまり意味がないかったというか。電力盗撮フォルダはないですよ。それはこの後みつきのお話ですね。私は盗撮してないですからね。でもたまにしますけど、メンバーのこと盗撮はそんなにしないです。こんにちは。最近どんな動画撮りましたか。最近どんな動画撮ったか、最近は動画を撮らないていうか、自分の自撮り動画みたいな、恥ずかしい、自分でなんか撮りましたね。お恥ずかしい、これはまたお恥ずかしいんですけれども、それぐらいしかないんですよ。あと画面録画とか画面録画とかしかなくて、例えばなんて言うんだろう、 TikTok 保存したりとか、なんかそういうものしかないというか、ダンス動画を、好きなダンス動画を画面録画したり、そう TikTok でなんか保存したり。ゆこちゃんはじめまして、ゆきんこはじめまして、ありがとう。画面録画って本当に便利で、一瞬であの容量なくなるんですけど、いいですよね画面録画って。 TikTok 最近何保存したんだろう。 TikTok は何かジョーカーの、何かジョーカー保存しましたね。ジョーカーのなんかかっこいいなんか動画集みたいなの保存してそれぐらいしかあんまりしていないので。長さんありがとう。なんか動画撮りましたかね。最近動画撮ってない、最近写真もあんま撮ってない。
目黒川で写真を撮ったぐらいですね。でもそんなにそれが最近かって言われると最近だけど別に昨日とかではないから何を撮ったのかあんまり覚えてない。そうなのよ。しかも今さいつもさタブレットでさショールームしてるんだけどさ今日は携帯でショールームをしているので何を撮ったかわからないというか携帯見れない。私の画力はほぼりこちゃんです。どんなものが入っていますか。どんなものですか。そう美月がね目黒川知らないっていうのを見ましたよ。渋谷川なら知ってますって言ってるの見ました。だから美月に目黒川連れて行こうかなと思ったんですけどもう結構ちっちゃってて目黒川がしかもこの最近の強風で最近の強風でまた全部散っちゃったんじゃないかっていう感じがするんですけどもうね結構ね私の載っけた写真とか見ていただくとすごく分かりやすいと思うんですけどだいぶ桜なくなっちゃってましたね。いつも例年こんな感じでしたかね。あ、お腹鳴った。そうなの。そう、散ってます。大雨なの。埼玉に黒目川あるの知ってますか。え、わかんないわかんない。全然わかんない。インスタ開くと塩味が永遠にラミリーライミちょっと待ってラミーライクダット踊ってる自分の端末。え、ちょっとわかる。私もすごい私も最近はすごく見てますよ。ラミーライクディスラミーライクダLove me like this, love me like that, love me like this, love me like that, love me like this, and I love you like back. 私もずっと流れてます。頭の中に一生流れてます。誰が推しなんですか？メンバーは誰が好きなんですか？北海道は桜まだ咲いてません。じゃあこれからじゃん。でもそうそうそう、美月をだから連れて行ってももう桜がないのよ。というか急な強風でね。めたいこさんありがとうね。でももう4月でもまだ7だよ。7日だよ。クーフィーさんありがとう。なんか早くないですか。私なんか4月20ぐらいまで桜って結構咲いているイメージがあった。でもなんか私のイメージなんですけど4月8日とかだいたいまあ明日とかがだいたい入学式とかが多いじゃないですか、まあ、小学校、まあ、中学校とか多いじゃないですか。結構その時に桜が満開のイメージが私の中ではあって、小学校とかいつも入学式の時期になるとすごい校庭が桜でいっぱいで、でも散ってなくて結構もう桜の木いっぱいあったんですけどなってるイメージがあるんですよね。でもなんかまだ4月8日になってないじゃないですか。早くないと思って。風があれなのかしらね。こんにちはってちょっと最近思ってます。なんか急にラスク食べようかな。なんかねそれこそ美月の話でいくと、なんか
美月と LINE してて、まあ普通に LINE してたんですよ。最初は普通に LINE してたんですけど、一日本当に休みの日があったんですよね。もう何もないっていう日があったんですよ。でその日に今 LINE してて、なんかこんな暇なことあるこんなに暇なことってあるかなとか言って LINE してて、本当することないよねだって、食べて寝た食べて寝てしちゃってるよねみたいな話をしてて、まさに6時ぐらいに今起きましたみたいな感じで、私がまたお昼寝タイムに今から寝ますとか言って送って、また夜起きておはようって送って、大丈夫かな、こんな生活して大丈夫なのかなってなって、お互いのなんか昔のなんかニアリーイコールジョイの MV ぐらいのなんか写真とか送って、懐かしくておもろいとか言って、なんかもう本当内容のない会話も、あのお互い多分暇すぎて、一日休みで暇すぎて、これツイッター載っけていいかな、絶対ダメでおもろいとかやばいとか、もうなんかもう IQ が IQ ないのよ、え絶対無理だよね、いやマジでおもろいそれな内容ゼロなんですよ。でも本当にこんな暇でいいのっていうぐらい、本当に逆になんか毎日一緒にいて毎日こういろんなことをしてたからこそ、急に一日休みになると何をしていいかわからないんですね。なんかそう、何をしていいかわかんなくなっちゃって、でもだからといって外に出るのもめんどくさくて、でも結局家にいると何していいかわかんなくて、いつも家にいないから、だからなんか何してんだろうね、結局何をするのが正解ですかってなるんですよ。DVD 化してほしい。 LINE のあのピコン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 だけ動画作りたい。いや本当になんかね、そういう話をよく、そうだからといってさ、そうそう、それでじゃあ暇なの、じゃあ今から会うともならずに、いやほんと暇だよね終わり。そうなんかあの外には出れないの、暇だけど外には出れない、もう動けない、今日は動けないってなる。内容のない会話が一番楽しい。でもなんか結構メンバーと LINE をまあするんですよ、結構するんですよ私。あのなんか私電話は苦手なんですけど LINE をすごいするタイプで、でもだからって言って、その何ていうの、全部内容ない、ほぼ内容ないけど、結構いろんなメンバーとあの何ていうの、ずっと LINE してる。だから通知がじゃあ溜まるとするじゃないですか、もういろんなメンバーからいろんなメンバーと話してる。なんかねすぐ LINE 送る、あのなんか例えばツイッターに載ってる写真めっちゃ可愛かったとかでもうなんかすぐ LINE を送って、なんか保存、なんかツイッターで保存すると保存しましたみたいなこうチェックみたいなつくじゃないですか、ツイッターで保存すると。でその瞬間スクショしてなんか保存したとか送ったり、とりあえず画像送ったり曲送ったり、スクショしてこの子可愛くないとか言ってなんかこの子可愛くないとか言って全然わからない女の子とかを送ったりとか、めっちゃ可愛いって。例えばTikTok で皆さんが作ってくださった動画とかがおすすめで流れた時とかに嬉しいとか言って嬉しいとか言って送っちゃったりとか、本当になんかねどうでもいいことばっかり送って、多分だるがらみが半端じゃないですね私って。多分
そう、だらだらする日があってもいいよね。なんか電話はね、私すごい、なんか結構ニアジョイは電話する子が多いんですよ。なんか電話を結構かける子が多くて、 LINE ってよりは電話をするんですけど、私電話がすごく苦手で電話ができないんですよ。予約取れないとかじゃ、なんかお店の予約取れないとかじゃないんですけど、なんか電話できないんですよね特に理由はないんだけどな、なんかっていうのをメンバー知ってるから、リコ気を使って電話かけないでくれるんだけど、そう、急ぎの予定はさ電話かけてくれるし、もう電話で行こうって私が言うんですよ。なんか早く予定決めないといけないときはもう電話今できる決めちゃおうってなるんですけど、そう、電話がでできない。かわいい、ありがとう。こんにちは。それ、そうだからまいちゃんには電話が苦手っていうことを伝えているのでLINE をいつも押してくれていますね。そうそう、結構みんなに言ってる、電話苦手なんだよねって、電話がちょっと苦手でってよく言ってるから、なんか例えば電話が苦手な理由としては2つぐらいあるんですけど、理由が1つ目としてはなんかたまに電波悪い時あるじゃないですか。たまに電波悪い時になんか聞こえないみたいな、どっちが喋ってるか分かんないみたいな瞬間あるじゃないですか。あれがちょっとなんか私がどうしていいか分かんなくなっちゃう。でなんか自分の性格的に結構なんて言うんだろう、聞こえてるとか聞いてるとか、なんかもしもしとかがなんかできないタイプで、恥ずかしいタイプで、もうなんかなっちゃった、恥ずかしいタイプなので、なんかなんて言うんだろう、気まずくなってしまうんですよ。でもメンバーはみんな優しいから、私が電話が苦手なのを知っているから話しかけてくれるし、なんか気を使って電話しやすい環境をメンバーは作ってくれるんですけど、なんか例えばじゃあトイレ行きたくなりましたとかあるじゃないですか。電話中にトイレ行きたくなっちゃったとか、なんていうの、ちょっとここら辺なんかついてるんですけど、なんか毛がついてるとかいう時になんか言えないんですよ、私トイレ行きたいとかなんか言えなくて、それで気まずくなっちゃう。そう、電波で聞こえない時になんか聞こえてるとかちょっとお腹鳴りすぎなんですけど、ちょっと待ってください、怖っ、ちょっとお腹鳴りすぎなんですけど、しかも結構複雑な音もうお腹鳴るんでラスク食べますね、ちょっと一口。なんかの音ちょっとなりすぎかもしれない。いや何も食べてないんですよ。いや朝ごはんしか食べてないです。でもそんなにお腹空いてなくて、お腹空いてないんですけどお腹は鳴るの。シチュー食べてんだ、いいな。こんにちは。
朝ごはんはご飯食べましたよ。ご飯ご飯、白米、白米が本当に美味しいんです。本当に美味しいんです。もう素晴らしいお米と、素晴らしい炊飯器で、素晴らしい白米をいただいております。で、私はそれで白米をに何をかけるかによってこう楽しみがあるんですね。納豆かけようかな、今日は納豆かけようか、のり玉で食べようか、韓国のりで食べようか、塩をかけるか、まあおかずがおかずがあるときは別にかけないんですけど、でもご飯だけ食べちゃおう、もういい時間ないからっていうときはちょっと何をかけるかに迷ってますね。きなこご飯そんな食べないですからね。さっきゆうかちゃんにお昼ご飯のおすすめを聞いたら砂肝って言われたんだけど、砂肝ってお昼に食べる、食べない。え、でもわからない、私が食べないだけでゆうかからしたら普通かもしれないし、わからないけど食べるのかな。そう、炊飯器大事だよ、本当に炊飯器って大事本当に大事。お昼ご飯のおすすめで砂肝っていうの初めて、珍しくもないか、初めて出会ったかもしれない。お昼ご飯のおすすめなんだろう、ご飯、ご飯か、あれだな、すいませんご飯が、おすすめなんだろうね。マックとかご飯かけない、お昼のおすすめマック、私が好きなだけ、私が好きなだけごめんなさい、あくびしちゃったなんかね、あの酸素が足りないんですかね、あくびって酸素が足りないんですよ。あくびすると涙出る、すごい涙出てくる、だって目のが今うるうるになって、マックは、いやでもこれはちょっと理由があって、マックはあれなんですよ、あのお昼しか食べれないんです。朝と夜にマック食べることはないんですよ。私は絶対お昼に食べるとしたら食べるから、だからお昼のおすすめって言ったらマックかなっていう。じゃ夜はねマック食べることないかも。でも夜は大体そのご飯があるので、お昼はじゃあたまにちょっと出かけてますとかがあるからマック行ったりするけど、まあ、夜に出かけてマック行くことがあんまりないので、夜食べる時もありますよ、ありますけど、あの夜昼にね割と食べるんですよ。今日はマック食べないですけど、今日は食べないですけど、あのね朝マックもしたことありますよ。朝マックしたことある、そんなに頻繁にはしたことないけど、あのお泊まりとかすると食べるときはありますね。そうそうそう、ルノンとあのお泊まりとかするときは朝マックしたりとかしてたかも。最近はしてないけど、夜にマック食べるとしたら5時ぐらいかな、5時ぐらいに食べるときもあります。こんにちは、でも、もう本当にじゃあ、あの本当に真剣に答えますね。お昼ご飯に白米、白米と合うご飯だったらもちろん鮭ですよ。鮭、私結構好きなんですよ鮭。好きなので割とそれに納豆とかあのあったらもう本当に素晴らしい組み合わせですね。
夜ねバイマックなんだよね。そうそうそう、あのポテ投げ、ポテ投げが夜あるから、それはなんか割り勘とかすれば食べれるかなっていう感じ。マクド行こうや。あ、ゆうゆう、マクド、マックって言わないよね、マクドっていうよね。うん、朝ごはんっぽいなんか全部さちょっとしっくりこなくて申し訳ない。なんかなんか全てにおいてちょっと今ね全部ちょっと違うんだけど、でも最近は顔まんがいなので、なんか私の中でブームが顔まんがいが頭から離れない。でもずっと顔まんがい食べてますよ私は。あのウーバーなんですけど、カオマンガイを食べて、アボカドを食べて、いやカオマンガイはね私が今あのニアジョイにブームを持ってきています。そうみんなね、私がカオマンガイしか食べないから、みんながカオマンガイリコが食べ過ぎっていうのを見て、カオマンガイみんな食べてみたいってすごい言ってくれてるから、みんな連れてっちゃおうかなって思ってる。そらなんかねすごいカオマンガイ、カオマンガイブームを起こそうと思って、だから昨日もベトナム料理食べた。またカオマンガイじゃないんだけどベトナム料理だから、昨日はフォー食べました。フォーとココナッツぜんざいみたいなやつと、マンゴープリンと、あとなんかね杏仁豆腐ミルク寒天みたいなやつがと、イチジクが入ってるデザートと、あの生春巻きみたいなやつ食べました。美味しかった。ベトナムに旅行行きたい。毎日毎日食べたい。毎日で最近パクチーが食べれるようになってきて、最近というかなんかパクチー美味しい思って、そうそう、こんにちは、はじめまして、カオマンガイ食べたすぎて昔スイッチの名前カオマンガイ食べたいにしてた。おもろ気持ちに純粋なんだ、気持ちに純粋、え、どういうことすごいね、かわいいね。スイッチやりたい、いいな。私スイッチねないの。10秒に1回お腹鳴ってるんですよ。もう気づかれないと思って黙ってたんですけど、気づきましたか。私はもう Wii なので、 Wii 派なので、もう Wii スポーツなのなんだろう、もう Wii やりまくって Wii とかやってる方いますか。私スイッチ持ってないんですけど、顔まんがい美味しいよ。本当にね、カオマンガイってヘルシーだし、でもお腹にすごくたまるし美味しいんですよ。すごいね。で材料も多くないし、近くにあのウーバーとかがある場合は皆さんぜひ。国際的な食事そうなの、ウィー世代。ミーのボクシングやってる姿、多分私が一番強い。私ウィースポーツのボクシングマジで強くてですね、本当に強いんですよ。もうすごい、本当にもうちょっと家族にこう離れて離れて離れてって言って、もうテニスとか本当ガチですからね。本当に一人でも楽しめちゃう。なんかあのテニスとかはあの結構ガチなんですよ。もうヌンチャク持ってますよ。ヌンチャクつけてもうあのトレーニングとかもしてた。なんかダウンダで、はい、レフト、あ、ちょちょレフトやん、レフトライトとかなんかね、ダウンとかなんかこうあるんですよ。なんか
そういう Wii のね Wii スポーツの中でトレーニング習慣みたいなやつが、それをやりつつ、こうこれもやって、あとでもやっぱり Wii で一番やってたのはなんかマリオ、スーパーマリオブラザーズ、マリオのバスケとかホッケーとかバレーボールとかがあるやつかな、とあと、まあ、大乱闘が一番やつなので、大乱闘と、まあ、マリカーも、あのこのタイヤ、あのこのハンドル、こうリモコントローラーをこうタイヤみたいな本当に Wii のやつに入れて、このタイヤじゃないや、この運転のねハンドルみたいなやつがあるので、それをなんか持ってたので、それにリモコン入れてこうやってグーンとかやって、あとは大乱闘ととかですかね。私がやってたのはなんかドンキーコングのなんとかなんとかとか、グランドスラムテニスとかもいっぱいあるんですけど、私がやってたのはだいたい大乱闘とスーパーマリオブラザーズのなんかあのスポーツ大会、スポーツ大会があるんですけど、それを常にやってましたね。やっぱお兄ちゃんとね、お兄ちゃんがいるのでだいたいお兄ちゃんとやるんですよ。スマブラやろうぜって言われていいよ、でそのままだいたいタブーだっけ、懐かしいけど倒しに行くのを、まあ、常にやってましたね。小学校とかはもうずっと Wii やってました。もう外で遊びつつ夜は Wii やってみたいなのやってましたね。懐かしい。めたいこさんありがとう。なんか怖い、横になると怖い。なんかいろいろやってたなって思う。最近は全く Wii とかできてないけど、一時期すごいハマってやってたから懐かしい。こんにちは。スマブラって、あ確かに大乱闘ってすごい言いがちだけど、スマブラだよね。スマブラ、スマブラやろうぜ、大乱闘、確かにスマブラだ。なんか大乱闘とたまに言っちゃう。妹でやると本当の大乱闘になる。いいじゃん。え、妹何歳なんだっけ、なんだっけ、なんか前も年齢聞いたかもしれないけど、何歳だっけ妹。学校の帰りに今日誰んちでスマブラやるって紙に書いて回してた。青春だね、それは青春だね。スマブラ多分なんかでもあんまり女の子でスマブラをやってる子が、その小学校の子、小学校の頃あんまりいなくて、もうお兄ちゃんとしかやることはなかったから。いいな、そういうのいいな。ボンバーマン、ボンバーマン、ボンバーマンはあれから全然できていない。ボンバーマン誰か持ってるかな、なんか誰も持ってないかもしれない、ボンバーマン。そうだからなんかね、誰も持ってないから誰もできないんだけど、ちょっとボンバーマンやりたい。すごい楽しかった。というかあの YouTube めちゃめちゃ面白くて、
何回か見ちゃう。急に濃いんだけど、どうしよう。鼻かゆい。というか、今日も君の夢を見たんだ。10万回再生言ってまして。ありがとうございます。3個違いか。一番可愛いじゃん、3個違い。こんにちは。はじめまして。リアルダイナ。そういうことね。でもなりやすいのかな、大乱闘やってると。リアルで大乱闘にイライラしてきちゃうのかな。私はちなみにネス と、ガノンドロフとアイクを、ね、常に愛用しております。アイクが一番いいですね。はい、ずっと聞いてますか、ありがとう。私も今15万回再生。嘘嬉しい。私も結構ね見てるんですよ。ちなみに本当に最後にもう終わってからみんなでステージに向かって歩いていくとかあるじゃないですか。あれは小沢あいみちゃんが私を引き寄せているシーンが映っております。あいみと隣、あれなんか並びとか決まってなくて、本当にたまたまあのスタジオに入った順で円になってこうみんなでこうステージに上がっていくんですよ。こう優雅がここにいてこうやっていくんですけど、最後のステージに向かうところであいみがリコのことを引き寄せているところがちょうど使っていただいていて嬉しいんですよ。全然これ言わないと多分誰か分かんないじゃないですか、後ろ姿だから。うわー、メタナイト分かる。銀河劇場じゃないんですよ、ここは。銀河劇場じゃないの。そうそうそう、新衣装めちゃくちゃ似合ってて好き、ありがとう。そう、なんかこの MV 見れば見るほど、これめっちゃいいですよね。もうプレミア公開で優香が映った瞬間騒ぎそうになった。前髪かけらもないですから。エモいんです、めちゃめちゃ。今日まで本当にこの日マジで天気が良くて本当に良かった。めっちゃ似てる。ダンス練習のところいいですよね。ダンス練習のところなんかみんなでダンス部で練習している感じがめちゃめちゃ好きです。私は僕の全力受け止めてよ。なんかすごく振りと歌詞がリンクしていて可愛い。ハートの鼓動を共鳴してとかさ、そうだよね。あのダンスシーンの匂わせが誰なのか、果たしてお腹を出しているのは私なのかっていうっていうのありましたけど、
私勝手に君夢って呼んでるんですよね。今日も君の夢を見たんだ、君夢って呼んでるけど、そう、私も巻き戻しちゃうの。あ、ここかわいいみたいな。そう、ぬかるみだって飛び越えられるんだとかは本当に飛び越えてるんですよ。こうみんながジャンプして、で前に座っている子たちだけが、まあ、飛んでないんですけど、そういうところもねリンクしていたりとか。こんにちは。あ、そうなんです、これは1度だったので、そう、ちょうどなんかこの日ね温度を見てたら1度で、えーって1度なのってなってびっくりしてたんですけど、なんか青春をできてすごく嬉しかったです。いいよね、なんか自分の、なんか私あんまり中高ともにあんまりその写真青春っぽいことをしてきていないというか、まあ、中学はそんな、まあ青春というかまだ中学校なのであれなんですけど、なんか高校とかは特にコロナとかがあったので、あの、あ、ごめんなさい、お腹鳴っちゃったんですけど、大事な時に大事な時にお腹鳴っちゃったんですけど、あんまりなんか青春的なことをしてこなかったから、思い出っていうか思い出はあるけどなくて、屋上とか行けなかったし、そうだからこそなんか教室でみんなで向き合って座るなんてこともなかったし、なんかねダンス部であんな練習するなんてこともなかったし、今卒業して今青春してるんですよ、ニアジョイで。そう、ちょっと人より遅いかもしれないけど、私の青春はめっちゃ今だなって思うし、その自分が青春できてるなって思っているものが映像に残るっていうのがすごく嬉しくて、なんか自分たちで動画作るとか、その懐かしい、なんかさあるじゃん、卒業の時に動画作るとか、そういうことをしない限り残んないと思うんですよ、こうやって動画に。でも自分たちにはメイキング映像があったり、こうやって世に出ているものがあったり、写真があったり、すごい残ってるから、いつまでも忘れない私の青春って感じがする、ニアジョイは。君夢、今日夢なのかな、君夢の方がなんか言いやすいかなって思うんですよ。あ、そう、今日はシャークくんいない、あのちょっと私のベッドじゃないのでいないんですよ。そう、まだめちゃめちゃ寒かったです、この時期は。そうそう、あの最初ね優香にね、みんなで全速力だったけれど、すごい今回の音程はこういうなんか半音とかが多いんですよ。全速力だったけれど、だったけれど、きっと世界は広くて誰かの努力とか、もう半音が多くて、プリプロ仮レックの時はすごく難しかったです。僕は気づけない、なかなりすぎ、今以上これ以上背中遠ざかんないで、おお、下ハモも、なんか下ハモもなんかしっくりくるんですよね、 なぜかしっくりきちゃう、なんかハートの鼓動を共鳴してブレーキはない、いい話だよ。屋上がある、ここ屋上あったのかなえ、なんなら自分の学校に屋上があるのかさえあんまりな覚えてない、あると思うんですけどね、行ったことないですね。フラジールの、あ、これがラストの曲になります。ライブの時にねフラジールで煽りますからね。舞台楽しみ、あ、楽しみにしててください、舞台頑張ります、舞台初舞台です。
当に素晴らしい曲なんです。まだ近くで可愛いよね。なんかこの間すごいみんなと話してたことがあって、なんか最初にじゃあ今回の楽曲、今回の、何曲目はこちら音源です、仮レックあります、あの覚えてくださいねってこう歌詞とあの仮の仮歌さんが歌ってくださっている音源がまあ来るんですけれども、それだとまだ歌割り決まってない時って誰がどこを歌うかって分かんないじゃないですか。でも結果曲になってから聞くと、もうその子の声でしかそこが再生されないっていうか、例えばなんて言うんだろう、負けない絶対あの日誓ったんだとかって、もうレノンの曲、レノンの声でしか再生されないんですよ。響いてとかももう葵の声で再生されるのねっていうのがすごい思うなってメンバーと話してて、だからカラオケでその子たちとカラオケ行った時にパート歌ってもらうと、うわ本物だってすごい思う。もうその子の声だからで最近すごい思って、なんかメンバーとよく話したりするんですけど、だから今回の曲スイートシックスティーンとか、なんかもうその子なんですよね、その子の声で聞こえるからすごいなと思って、本物だって思うってすごいなって思う。何度でもとかさ、あゆみなんですよ、もうあゆみの声でしか再生されないの私の中だと、なんかって思いますね。そうですよ、イントロないんですよ。夕日の眩しさ、涙はごまかせるかな。ね、裏話がいつか話せるんだったら、こんにちは、こんにちは、リコさんに会えるまであと20日、ん？やばいですね、対面ですか？対面のお話か、やばいね、緊張するよ、なんなら私が一番緊張してるよ、みんなより緊張するよやばい、あ、対面じゃないですか、あ、対バンでしたあれ対バンですか、え、でも対面ももうすぐですよ、対面もあと23日です、対面もやばい、対バン楽しみですね。なんかライブちょっとすごい期間が空いた気がして、確かに確かに2番はそうかもしれない。明日何を話そうかな、夢に見たこと恥ずかしいから内緒にしよう。私が一回 MV 公開される前にこうやってやったの覚えてますかこうやってショールームで、それが恥ずかしいから内緒にしようっていう振りなんですけど、なんか内緒ってこれやっちゃって絶対わかんないけど、絶対わかんないけど、なんか内緒とかやってしまって、あっていう時がありまして、マツパしてないよ、ビューラーしてる、マツパしたい。9日にオンラインお話し会で会います、あ、楽しみにしてるね、嬉しい。9日何着ようかな、9日あいみが20歳になっちゃう20歳になっちゃう、20歳の誕生日プレゼントでさ、あいみにさきなこご飯とかあげようかな、きなこミルクご飯とか、どう食べる作ってあげようか、めっちゃお腹鳴る、ごめんなさい、かわいい、ありがとう。28日って金曜日、そうだよ、え、でもあのあれなんですよ、いやネタバレ動画ではなくて、完全に内緒にしようを内緒とか言ってたんですね。
そう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 、やばい、もうすぐ2時間経つ、早い。やるわけないじゃないですか、タンプレに。タンプレにそんなことはやらないですよ。タンプレはしっかり二十歳、二十歳ってやばいですね。ちゃんとお祝いしたいなと思います。お話し会あるけど会えるかな、当日会えるかちょっと微妙なんですよね、部が違うので。でもあゆみの誕生日はお祝いするの初めてなので、はい、お祝いしたいなって思います。そう、部が違うとなかなかこう会えなかったりするんですよね、やっぱり時間が違うから。そう、定一さんありがとう、こんにちは、はじめましての方がたくさんいらっしゃる、はじめまして。ね、でも多分だけど誕生日当日は荷物が多くなってしまうんじゃないかってちょっと思ったりもするんですけど、だから4月10日とかに会えればね。腰がね、鳴るんですよ最近、すごい腰が鳴る。はじめまして神谷さん、はじめまして。もうお仕事の方多いよね、1時だもんね、2時か。でも確かになんか誕生日ってお祝いはしてもらえるけど、やっぱりプレゼントってさ、お金がかかってしまうし、その買いに行くその子の時間だったりとかもあるじゃない。そうだよね。プレゼント私もね、あげたがるの、手紙とかアルバムとか作りたがるんですよ。びっくりしました、私昨日かな、なんか小学校の頃の学校で撮った写真みたいな、その学校でさ、例えば修学旅行とかなんか遠足とか行った時にさ、小学校ってこう写真が貼り出されて写真変えるんですよ。でその写真変えるんですけど、その写真が出てきたので見てたんですよ。そしたらもう、はぁって、なんでそんな服装なの、なんでそんな髪型してるのかなみたいなのがいっぱい出てきて、ちょっと汗かきました。どうしてそんなファッションセンスなんだろうっていう。でも覚えてんの、今なんか今その写真見てもこの服お気に入りだったなとか思うんですけど、絶対に合わせちゃいけない組み合わせで合わせていて、ちょっと不思議ですね。こんにちは、帰宅中なの、午前でお仕事終わったの、わあお疲れ様、早かったね、ごめんね30分遅くなっちゃってやるの。そう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 、その頃は変だと思ってないで来てるんですけど、今思うともうありえない、ありえないんです、ありえない、ありえないファッションセンスしてまして、まあ、幼稚園とかはまだ可愛かったんですけど、幼稚園はさ、なんかこう服あるじゃないですか、なんか大体幼稚園はちゃんとこう制服がある。小学校ってこう私服だから。そう、あ、分かる、書いた番号たまに間違えて、私もなんか動物の写真とか全然、あ、自分写ってない友達の写真とかがなんかいっぱいあったりもする。でもなんか結局全部身長が一番小さいので、結局全部一番前にいるから、あの何どこから写真撮っても大体写ってるんですよ、私って小さすぎて。そうだから大体買ってたんですよね。もうひどかったですよ、ひどいです、ひ
どかったです。なんかアルバムとかも作っちゃう系の女子だったので、もう友達とのアルバムを何でもかんでも作って、なんかね、こう写真とか貼ってさ、やっぱり好きなんだろうなって思う。そういうのが今でもアルバムとか作ったりするの好きだし、そう、わかる。服の色は3色までって、なんか今でもたまに決めちゃう。服の色は3色までだなと思って、色多いなとか思ったりもする。靴のかかとぺちゃんこにしてた。それはしないなんか一回しちゃったことがあって、怒られちゃったから。しかも新品の靴をそれで買ってもらったので、もう絶対にかかとは潰さないぞという思いで。ただ私はなぜかここの帽子、赤白帽とか黄色帽子のゴムがこう異常に伸びるんですよね。なんかここら辺まで、ここら辺まで伸びて、なんか帽子が落ちてゴムがここに引っかかって、私ここら辺に帽子あるタイプの学生だったから、なんかここが異常に伸びて、いつもいつもお母さんに新しいゴムをつけてもらってっていうのがよくありましたね。懐かしい。本当に大迷惑、大迷惑をかけてたけど、なんかここでカウボーイみたいな、ここキュッてできるタイプのぐらい長くできるぐらいだから、ここで私こうやってよく結んでましたもん。ここキュッて、ここ乗っけて、ここをこけてくくってやって、ここをきつくして黄色帽とか赤白帽かぶんないと落ちちゃうからっていうのはあった。そうそうそう、赤白帽はウルトラマン、わかる。私もウルトラマンにしてた。ここでこうピヨってやってね、ここちょうどここが赤白、ここにしてこれやってましたね。実家にまだ残ってる、書いた番号が貼ってある白い封筒の中に、うわ、わかる。何丸何、何丸何とか言って書いてる、書いてる、わかるよ。もはやゴム切って、もはや破ってるだけのやつにして、なんかねすごいあるよね、そういうのね。なんか私の小学5年生ぐらいの、なんかね、あ、わかんない、何年生か忘れちゃったんだけど、遠足行ったんですよ。遠足行ったら、私本当にさっき言った通り身長が今もなんですけどかなり小さいので、結構前になるんですね。なので先生の後ろにつくタイプなんですよ。で、じゃあ一旦トイレ休憩するので、トイレ戻ってきた子はここに集合ですよなんて言って、小学校の頃行ったら、なんかその時山の中を散歩とかハイキングみたいな感じだったんですよ、小学校の頃。そういうのがあったんですね、遠くに行って。で、それがなんか私がトイレ終わってもう山の中のトイレだったので割と暗いんですけど、なんか山の中になんか動いてる人がいたの。山の中とかもう本当に上の方にちょっとトイレから見えたんだけど、トイレ、まあ、出て集合場所があってトイレがあったんだけど、ここら辺が駐車場でちょっとそこ歩いてたんですよ。ダメなんだけどね、歩いてたらなんかいるなみたいな感じになって、なんか誰か山の中にいるし、山の中怖くないよ、怖くない、山の中になんか動いてるなと思って見たら、とてつもない大きなクマで、あっと思って、その時クマに会った時の対処法とかわからなくて、真っ黒のクマで子供連れてて、お母さんグマでやばいと思って、もうこんなちっちゃいから、もうこんな、私こんなんだから、もう見るもみたいな感じなので、見るもサイズだったから、終わったと思って、でも背中を向けてはいけないし逃げちゃいけなかったから、後ずさりして、そのままね、そのまま後ずさりをして集合場所に戻って、先生、クマいるんですけどクマいるんですけどって言ったら、
逃げましょうっていうことになりまして、撤退になりました。はい、撤退になりまして、あのちょっと危険なので逃げましょうってなりまして、あっ、後ずさり、そっから後ずさりが上手くなった気がしますね。いや、これ先生に教えてないとやばいと思ったんですけど、そうそうそう、あのお化けとかではなくて、単純にあの熊に遭遇したのが、それが初めて、人生で1回ですね。それがグリズリーほど大きくもないですけど、ちゃんと真っ黒の熊だったので、うわーと思って、本当に熊を動物園以外で見るのが初めてだったから、もう硬直した、パキーンってなった、ね、そういう時はやっぱあるんだなと思って、まあ、でも結構本当に山の中でのハイキングだったし、そうそうそう、いい話のストップとかやめて、なんかちょっとねえねえ、バラエティ用に話持ってるみたいな感じになってるからでもそう、子連れがやっぱり、なんて言うんだろう、もしじゃあ子供だけだった場合も良くないんですよ。子供クマに遭遇してしまって、 お母さんグマが来た時も、まあ、大変じゃないですか。そう、でもあのどちらもいらっしゃったので怖いよね。 目合うとやっぱり怖いですよ。ある意味怖い、ある意味怖い話って本当に怖いよねそういう話しか持ってないんだけど、でも、ね、逆にこれ以外の怖い話持ってない。ある意味怖い話なんだろうね。ラジオでぜひ、あ、明日じゃないですか。明日の12時半から夜のジョイラジ、2週目ですね。葵とアリスと3人で収録をさせていただいたので、見ていただけると嬉しいです。私もリアタイで聞きますので、ツイートはできないんですけど楽しみにしています。明日ですね、あとサイン会の受付がありますので、あの自分のねソロのソロじゃソロジャケット写真っていうんですか、ソロジャケ写、ちょっとなどんなジャケ写かわからないんですけど、いつもメッセージとか送ってくださって、お名前を書かせていただいて本当にありがとうございます。一部なので、一部の中でもこう2巻に分けてあるんですけど、お待ちしてます。ありがとうございます。今回投げてみました、ありがとう。そうそう、でも9日まで受付、一時受付があるので、今回もほこり飛んだということでちょっと待ってね、なんか告知することあったかな、あったかな、ないかな、大丈夫かな、あれってジャケ写なの？なんか洗剤っぽいやつですよね。なんか多分あれは洗剤写真みたいな感じの意味のやつで、ジャケ写はどっかでなんか撮ったやつなんじゃないかな。なんか MV 撮影とかで撮ったやつかな。だからあれは今回の洗剤みたいなやつで、実際にサイン書くのは多分MV 撮影で撮ったやつだから、もしかしたら外で撮ってたら前髪ないんですけど、外で撮ってたら前髪がこうなってる場合があるんですけど、ご了承ください。軽めのスクショ、フレミングの法則ハマった。
風が強いですがお気をつけください。眉毛綺麗、ありがとう。眉毛サロン行くんだよね。眉毛サロン行くんだ。昨日予約しちゃった。昨日予約したばっか。眉毛予約サロンかな、この星はサロンかしら。眉毛サロン、眉毛サロン1日前に予約しますね。眉毛サロンは1日前にだいたい予約して次の日に行くことが多いんですけど、今回はちょっとまあ3日前とかですかね、3日前1週間前とかかな。っていう感じになりますので、サイン会お待ちしてます。で今通知が来ました、ノイミーさんのお話し会の受付が始まるって。キツネさんのね、キツネさんのカチューシャを買ったの、キツネさんのやつだから、それをつけたいなって思ってる。まあでもカチューシャだけだから全てコスプレとかじゃないんだけど、カチューシャだけ買ったからどこかでつけるね、どこかで。っていう感じでランキングを読みますね。13位U字工事中さん、ありがとう。12位ゆきひなさん、ありがとう。11位俳人さんチームさん、ありがとう。10位ガッチさん、ありがとう。9位ゆうすけさん、ありがとう。8位れんり、ありがとう。7位ジーツーさん、ありがとう。6位ながさん、ありがとう。5位ゆうや、ありがとう。4位はねたかさん、ありがとう。3位あまずん、ありがとう。2位ゆりな、呼び捨てでやっちゃった、ありがとう。そして1位ありさん、1位、もうだからあれかな、1位ありさん、ありがとう。今中目黒向かってるけど何すればいい。とりあえず池尻大橋の方に歩いていくとたくさん屋台が出ていると思います。今やってるかわからないけど、なんか私がいた時に今日で最後の屋台ですっていう方もたくさんいたのでちょっとわかんないんですけど、池尻大橋の方に歩いた方がたくさん屋台あると思うよ。え、何みんな一緒にいるの中目黒に。行っちゃうよ。行かないよ。行かないけど、行かないけどさ、みんな、ね、目黒川いるの。そうなんだ、楽しんでね。ここで待ち合わせしてるのかしらね。嬉しいよ、楽しんでね、ありがとう。サイン会も待ってます。お話し会も待ってます。ありがとう、バイバイ。